歌舞伎俳優、市川團十郎の長男、市川慎之介が、大阪小竹座、10月を大歌舞伎、10月10から26日、で、連ジしに初挑戦する。勇壮な毛振りが注目される歌舞伎舞踊の代表作。前半は可愛く、後半は格好よく演じたいと意欲的だ。 2022年11月から始まった父の13代目襲名披露と自身の初舞台として行われる興行の締めくくりを飾る。写真、レンジ氏の紛争でポーズを決める新之助。市川新之助荒かると、下向き黒三角本名堀越還元、堀越還元。下向き黒三角生まれ2013年3月22日、東京都生まれ。現在、 11歳の小学校6年生、下向き黒三角初お目見え2歳8ヶ月だった2015年11月に歌舞伎座、江戸花成田面影で初お目見え、下向き黒三角初舞台22年11月の歌舞伎座、ウ上ローウのウイローう理実は曽我五郎助六遊園江戸桜、野福山勝樹、同12月、毛抜き、六目地壇上で八代目市川慎之助として初舞台。